楽ウマキッチン。毎日の献立にお悩みの皆さん、楽々おいしいプロの味をお届けします。さあ今日は雑穀料理ミレットのオーナーシェフ岡田健二さん、そして奥様で国際薬膳調理師の岡田さとみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さとみさんが持つ資格、国際薬膳調理師は中国政府直轄の学術研究団体認定の国際資格です。料理教室やカルチャー講座などで体調、体質、季節に合わせた食材選びや料理など分かりやすく伝えています。そしてご主人の健二さんが営むレストラン雑穀料理ミレットでは、薬膳を取り入れたヘルシーで美味しい料理が楽しめます。さあ今日のテーマはこちら、冬を健やかに過ごすための食材選びです。どんな食材を冬に選んだらいいんですか？はい、冷えは万病のもとになりますので、はい、体を温める食材はもちろん、巡りを良くするものを取り入れて、はい、血液の流れを良くして、エネルギーの流れが良くなって健康に過ごすことができます。はい、今日ね、こういった食材を使って料理を作るんですけれども、今日教えてくださる料理は何でしょう？はい、今回は薬膳ペーパーチキンを作ります。はい、ペーパーチキン、初めて聞きましたね。どんな料理なんですか？ペーパーチキンはシンガポールの名物料理なんですけども、はい、鶏肉を紙で包んで、本来は揚げるんですけども、今日はちょっと焼けた感じで、それでペーパーチキンと言います。美味しそう。早速作り方を教えてください。はい、ではまず鶏肉をつけるマリネ液を作っていきます。はい、はい、玉ねぎとニンニク、キウイ入れました。キウイ、はい、キウイも入れるんですね。はい、キウイ、はい、でケチャップですね。はい、まあ、キウイがちょっとお肉を柔らかくする作用がありますので。そうなんですね。はい、ケチャップは 70g です。マーマレードを入れます。マーマレード、へー、 40g、 フルーツが2つ入りましたね。あとお醤油と、はい、醤油は 80ml、 赤ワイン、はい、こちらは 100ml 入れます。あとカレー粉を加えます。はい、おー、でこれをミキサーで滑らかになるように攪拌していきます。はい、さあここで薬膳メモです。この中に入っている玉ねぎですね。はい、はい、玉ねぎは体を温めて血液の流れを良くするのを助けてくれます。さらに胃腸の働きを助けて消化吸収を良くしてくれます。はい、玉ねぎを刻んだ時にツンとくる刺激臭は、はい、イライラを鎮めたり、眠りを助けたりする働きもあると言われています。そうなんです、そんな力があるんですね。はい、そしてね、はい、マーマレードも入っていましたけれども、はい、これも、ね、薬膳の力があるんです。はい、みかんは今日はマーマレードを使っていますけれども、みかんは喉の渇きを解消して肺を潤してくれます。はい、はい、そして皮にも効果があるんですよね。はい、みかんの皮は果肉と性質とこの効能が異なる成分を含んでいて、消化を助けて余分な水分を除いてくれ、気血の流れを良くしてくれます。薬膳ではよくみかんの皮を干したものをよく使っています。今日ね、マーマレードなので、ね、皮も入ってますもんね。はい、はい、さあ続いては鶏肉ですか？はい、そうですね、はい、鶏肉ですね、大体1枚分なんですけども、はい、一口大になるように10等分してあります。はい、でこちらに軽く塩をして下味をつけます。はい、さあこの鶏肉にも効能があるんですね。はい、はい、鶏肉は、体を温めて胃腸の働きを助けてくれ、気血を補うのに役立ちます。はい、これ、はい、肉の繊維が細くて柔らかいので消化吸収しやすく、滋養食としても使われます。ジンを補ってくれて健やかなエイジングにも役立ちます。このジンを補う、ジンというのは何ですか？はい、ジンは腎臓というものの働きが含めたものを言うんですけれども、はいはい、生命を維持するエネルギーを蓄えていて、冬の一番関係する臓器で大事なものになります。なるほど、時期大事なんですね。じゃあ鶏肉食べないとですね。そうですね、はい、うん、で先ほどミキサーにかけたマリネ液をこの鶏肉になじませてい す、はい、すごく、ね、いい香りしますよ。はい、結構たっぷり塩をしたところに入れていくわけですね。そうですね、はい、これでちょっと今日は全体に鶏肉に全体に馴染むぐらいの量ですね。今日でしたら大さじ3杯分ぐらいですね。はい、で全体に馴染ませたらこの状態で30分程度置いていただいて、はい、つけておきます。はい、30分経ったものがこちらですね。はい、こちらになりますね。
お肉の、ねはい、色を見ると染み込んでるのが分かりますよ ね、 ね。でこれちょっと余分なあの水分を少し取りまして、これを包んでいきます。はい、あの耐熱性の、はい、あそうですね、ここにちょっと粗挽き胡椒をちょっと振ります。はい、はい、パプリカですね、はい、でこれを包んでいきます。はい、包み方にも、ねはい、ポイントがあるんですね。はい、そうですね。この耐熱性 の、 あのオーブンシート、オーブンペーパーみたいなものに、はい、を使うんですけども、まずとりあえずちょっと半分に折っていただいて、うん、ちょっと目印をつけます。はい、こちらに鶏肉を乗せていきます。下半分ですね、はい、大体 2カット分ぐらいですね。はい、こちらに今度は卵白でちょっと海苔付けをするような感じで、卵白、まあ、あの卵白じゃなくても、まあ、全卵でも結構ですし、あの小麦粉を水で溶いてってやったものでも大丈夫です。はい、でこれを半かぶせまして、手前から3回程度折り込んでいきます。はい、で折り目を上にしていただいて、今度は両端をしっかり閉じて空気を抜くような感じですね。はい、でこれを両端を今度はキャンディのようにちょっとねじっていきます。どっかちょっと懐かしさも感じますね。でこれをその時の頭にもキャンディしかないですね。そうね、今回鶏肉ですから。はい、これを焼いていきます。はい、これ冷たいフライパンに、そうですね、はい、はい、でこれをフライパンに並べていきます。はい、まずは何も敷かずに並べていくんですね。はい、でこちらに油を流していきます。はい、ちょっと多めに、下半分が少し浸かるぐらいに、はい、ちょっとたっぷりめに入れるんです、ね。はい、揚げ焼きみたいな感じになる。そうですね、はい、あの本来油で揚げるんですけども、ちょっとやっぱりあの水分が出たりして、はい、あの、はいはい、危険なので、はい、はい、で蓋を、はい、で蓋、あのこれでちょっと焼いていただいて、はい、あの蓋をして5分、裏返して5分焼くような感じになります。はい、はい、そして焼けたものが、はい、こちらになります。はい、ちょっと油が危ないので、ちょっと蓋についた水が入らないように気をつけてください。はい、すごく油がぐつぐつ浮いてますね。はい、でこれを、はい、ちょっと取り出しまして、うん、うん、気をつけながら、はい、油を切ります。このペーパーの周りについてる油を、はい、そうですね、ちょっと、はい、これでもうね、料理としては出来上がりですね。はい、ですね、これを、はい、お皿に並べていきます。はい、シンガポール料理ってこうあんまり食卓で作らないので、はい、そうですね、ね、鶏肉を使ってね、はい、新しいレパートリーになりますね。ちょっと中身を見てみましょう。中身見たい。はい、ハサミで切って、はい、わ、あら美味しそうな、あら美味しそう、いい色、もうパーティー料理だこれ、ね、ね、パーティー料理ですよ。はい、出来上がりました、薬膳ペーパーチキンです。はい、いや、いい香りしてるし、おしゃれだし、美味しそうですね。いいですね、いただきます。おいしい、うん、あ、すごい、マリネ液しっかり漬け込んでるっていうのもあって、はい、味がしみしみ、うん、うん、ほんとだ、うん、あ、しっかり味があるけど、うん、でも塩辛いとかじゃなくて本当にね、鶏肉の旨味を引き出してくれるような、うん、で柔らかいですね、お肉柔らかいですね。はい、これペーパーチキン、うん、ペーパーで焼いてるから、本来はあのもうちょっとあの中華風な味付けなんですけど、今日はちょっとタヒチ風、タヒチ風、あ、タチ、タヒチ風、すごい、あ、そうなんですか。そうなんですか。美味しいこれ、はい、ね、ね、レシピのおさらいです。今日使った材料はご覧の通りです。詳しいレシピは今時で検索してください。さあ、ね、最後に薬膳のワンポイントアドバイス教えてください。はい、冬は寒い冬は体を休めて栄養を蓄える時期になります。はい、はい、体を温めて巡りを良くするものを取り入れるようなことを意識していきたいです。はい、先ほど説明していただいたジンの食材がこちらですね。はい、こちらジンなんですけれども、鶏肉、エビ、鮭、ブリ、玉ねぎ、ニンニクなどは体を温めてくれます。はい、そして、冬の色は黒色になります。黒色の、黒米、黒豆、黒ごま、椎茸、キクラゲなどは、ジンを助けてくれるものになります。はい、
そして冬の味はこれは甘味と読むんですけれども、はいはい、塩化ナトリウムというだけでなく、はい、ミネラルなども含んだ塩味のことを言います。はい、昆布やわかめ、ひじき、牡蠣、エビなど海のものはこのジンを助けてくれるものが多いんです。はい、全部好き、はいはい、もう皆さんね全部好きですか、よかったです、いっぱい食べます、はい、厳しい冬を超えた食材を食べて乗り切りましょう、うん、はい、さあ今日教えていただきました雑穀料理ミレット岡山市北区中山下にあります。はい、いろんな料理楽しめるということなのでね、皆さんぜひ行ってみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。以上、白馬キッチンでした。